どうも、こんにちは。マナです。今日は以前動画で嫌がらせを受けた動画を上げたと思うんですよ。ポストに手紙と、あとは私の顔写真が入ってたっていう動画だったんですけど、で、その時のコメントでいろいろあったんですけど、その時でのコメントで、心配してくれた方とか、あとはアドバイスをくれた方、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。で、そのコメントにもあったんですけど、防犯カメラをつけた方がいいんじゃないみたいなことがあったんで、次の日に防犯カメラをつけたんですよ。で、さすがにその動画を上げた3日間ぐらいは何もなかったんですよ。でも4日目以降にちょっとポストにガムのゴミとか、ちょっとしたゴミなんですけど、がほぼ毎日入ってました。で、防犯カメラをつけてたんで、顔は帽子とマスクをしてたんで分かんなかったんですけど、男性か女性かは分かりました。男性でした。で、結構精神的に辛いんで、今回は弁護士と警察に相談していきたいと思います。私思うんですけど、有名税にも限界があると思うんですよ。以前の動画でアンチのコメントもあって、有名税なんだから我慢しろよとかあったんですけど、私は楽しく動画を作りたいんですよ。で、精神的に楽しくない状態で動画を作っても、その動画に多分出ちゃうと思うんですよ。で、本当に楽しかったら楽しい動画ができると思うんですよ。なんで、よく私コメントを結構気にする派なんですよ。で、いいコメントも悪いコメントもあるんですけど、結構動画を載せてすぐコメントが来るじゃないですか、何件か。それを見てちょっと、嬉しいなとか 何だろう、ああこうなんだとか、いろいろ思ったりすることあるんですよ。で、私そういうコメント読むのも大好きで、もう毎回毎回チェックしてるんですよ、コメントを見ながら。で、こういうアイデアもあるんだなとか、アイデア提供してくれる人とかもいるんで、すごい嬉しいです。で、そんな中、こうやって YouTube を楽しくやろうと思ってるんですけど、そういう嫌がらせがあると、その動画にも多分影響すると思うんで、早めに相談していきたいと思います。私に嫌がらせしてきた人いるじゃないですか。ポストにゴミを入れてきたり、あとは顔写真とか手紙をポストに入れた人で、妬みとか嫉妬があると思うんですよ、その原因が。で、多分コメントにもあったんですけど、妬みとか嫉妬なんじゃないかなみたいな感じのコメントもあったんで、その嫌がらせしてきた人が YouTube とかを
やってて、で、まあ、私 YouTube 始めて1年経ってないぐらいなんです。もうすぐ1年経つんですけど、で、まあ、それで、なんだろう、今 YouTube って、登録者が4000人以上いないと収益化にならないとか、なんかその、なんだろう、あるじゃないですか、いろいろ。それで、まあ私はたまたま、なんだろう、1本の動画がヒットして、今は4万人ぐらいいるんですけど、まあそんな感じで、もう、なんだろう、行ってきたんですけど、行ってきたっていうか、なんだろう、まあ今までやってきたんですけど、なんだろう、その嫌がらせしてきた人も YouTube やってて、でもあんまりチャンネル登録者もいないし、再生回数もいかないとかで、なんか妬んで私に嫌がらせをしてきたのかなってちょっと思い始めています。で、まあ私思ったんですけど、なんだろう、その嫌がらせしてる人は絶対私のこと大嫌いじゃないですか。で、まあ私、まあ嫌いな人がいるとするじゃないですか。で、まあその人とは、まあ私はもう関わりたくないとか、顔も見たくない的な感じの人なんですよ、私は。でもその人は、なんだろう、嫌いだから嫌がらせをするみたいな人なんでしょうね。で、まあなんだろう、その嫌がらせをしてる時間とかもったいないような気がするんですよ、私は。なんかその嫌がらせしてる労力がもったいないなって、なんか他のことに使えばいいんじゃないかなって思ってます。まあこれはお兄ちゃんからの受け売りなんですけど、まあその嫌がらせしてる人がいるじゃないですか。で、まあそういう嫌がらせをする時間とか労力があったら、まあ自分のためにそれを使って、まあそっから成り上がって、まあその人よりも上に行ければ全然いいんじゃないかなみたいな、その人を見返せるんじゃないかなっていう、まあことを言ってたんですよ。で、まあ私も、まあ一番最初の、なんだろう、YouTube 始めた頃とか結構アンチとかがあったんですよ。で、まあ精神的に、なんだろう、病んじゃって、まあ何回か YouTube やめようかなって思った時もあったんですよ。でも、まあそういうことをお兄ちゃんから聞いて、ああ、もうちょっと頑張ってみようかな、もうちょっと頑張ってみようかなって思って、まあ今になりました。 まあ今は全然楽しく YouTube やれてるんで、全然そういうのはないんですけど、まあ何て言うんだろう、まあお兄ちゃんも、なんだろう、100年に一度ぐらいいいことを言うんですよ。なんか、なんだろう、お兄ちゃんって、なんかそういう、なんだろう、かっこつけたセリフとかを言うのが好きで、まあ大体はふざけたこと言うんですけど、たまにいいことも言うんですよ。なんで、まあそのおかげで、まあ、私も今 YouTube 続けられてますし、まあちょっと感謝してます。それで、まあせっかくなんで、私が YouTube を始めた理由的なことをお話ししていきたいと思います。でもどうだろう、みんな聞きたくないかな。でも、まあちょっとお話ししていきたいと思います。で、まあなんだろう、まあ YouTube を始めた理由なんですけど、その、なんだろう、自分が頑張った分だけの稼ぎが入るじゃないですか、YouTube って。なんでちょっとそこに興味を惹かれて、まあ、YouTube を始めました。で、まあ
なんて言うんだろう、会社員とか普通に働いてる人ってもう給料が決まってて、まあまあ残業とかもあると思うんですけど、まあ基本給料が決まってて、でそんな、なんだろう、その分の給料をもらうみたいな感じじゃないですか。でも YouTube ってなんだろう、自分が動画を頑張って作って載せて、でその見てくれた分だけが金額として入るじゃないですか。なんだろう、一生、まあ、決まった給料を稼ぐのと、あとはその頑張った、自分が頑張った分だけの給料が入るっていうんだったら、私はその頑張った分、自分が頑張った分だけの給料が入った方がなんか嬉しいなって思って、まあ、YouTube を始めたんですよ。でまあ皆さん思うと思うんですよ、 YouTube は楽じゃない、楽してお金稼げるみたいな感じで思ってる人多いと思うんですけど、まあ、実際、まあ、私やってみて思ったんですよ。でまあ私まだ働いてるんであれなんですけど、まあ普通に何だろう、夕方まで働いて夜は動画撮って編集して寝てまた朝起きて会社行ってみたいな感じのループなんですよ、毎日毎日。でまあ何だろう、普通に動画撮る時間もあるし、あとは編集する時間もあるし、そのなんだろう、一個一個ネタを考える時間もあるじゃないですか。そう考えると結構 YouTube って全然楽じゃないんですよ。もう毎日一本載せるだけでもすごいことなんですよね。なんで皆さん、なんだろう、 YouTube は楽って思ってる人いると思うんですけど、あれは全然楽じゃないです。やってみればわかります。で、まあ、まあ私の動画あるじゃないですか、あの普通に3分とか5分とかそんぐらいの動画なんですけど、実際になんだろう、その動画を撮って、まあ私の場合ちょっと喋るのが苦手なんで、もう何回も何回も同じところ撮り直したりするんで、まあその3分の動画でも実際は2時間ぐらい撮ってたりして、あとは編集で、まあ、3時間ぐらいかかって、でやっと3分の動画ができるみたいな感じなんで、実際は3分の動画なんですけど、全体的にかかってる時間が6時間とか5時間6時間ぐらいかかるんですよ。まあついでに私パソコンもできないんでまあそこで、まあ、時間取っちゃってるのかなと思うんですけど、まあでもなんだろう、まあ YouTube を始めてよかったなって思ってますまあ大変なんですけど、まあ今は大変ですけど、なんだろう、まあ皆さんに喜んでもらえるのが一番なんで、まあこれからも皆さんに楽しんでいただけるような楽しい動画を作っていきたいと思ってます。なんで皆さん応援の方よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。